はい、どうもこんにちは、もんじゃです。マインクラフトの実況をやっていくんですけど、なんか、もう一個多分、国を作ろうみたいな実況を上げてるんですけど、この実況はなんかそのサブみたいな。正直俺がプライベートでやってるのを、まあ、気が向いたら録画して、たまに投稿するよみたいなやつで、で、見ての通りね、モッドが入ってます。で、何入れたか特に覚えてません。はい。で、今後も追加される予定です。はい。そんな感じの、まあ、ゆるいというか、あんま何もしない実況っていうのもおかしいけど、そんな感じの実況です。さて、まあ今はね、この辺はもうバニラと変わんないんで、カットで。さてさて、適当にね、仮拠点だけ作っておきました。こんな感じです。うん。うん。本当に適当だね。この埋め込み型のかまどをちょっと気に入ってるわ。さすがにね。さてさて、もう夜なんでね、おとなしく地下ごうもりしましょう。洞窟だ。まあ、どうすけだけばっかって回収しようかな。別の洞窟につながっちゃった。お、来た来た。ビス結晶。そう、今回ね、懲りずにソウムクラフト入れたわけなんだけどね、まだ一回もソウムクラフトをまともに進めれたことがないから、今回はね絶対に進めてやるというね気概をこうねこうあれしてるわけよ。そういうこと。絶対ね今回はソウムクラフトやる。まあ、でもなんかこうモッドの構成的にはなんだろう、メイドさんが入ってて、で、武器系のモッド、戦う系のモッドもね、若干入れてるから、まあ、総合ぐらいがいいかな。この音好きだな。なんかこう、メイドさんと戦おうみたいな感じだと、思ってくれたらいいかも。ビス結晶、ビス結晶ね、案外足りなくなるからね。基礎のビス結晶取りに行きましょう。目立つね。でこの実況はマジでその俺がやりたいことをやるためだけの実況なんで、あんまりそのしっかりとマインクラフトしないんで、まああっちの実況でも俺しっかりマインクラフトやってるか知らないけど、あんまりねこうゆるく進めていく感じなんで、そこら辺はご了承って感じ。お、でかいな、これ。ちょっとまた後で来よう。もう、ちょっと足もね、あ、豆腐好き。豆腐モットもね、入れてる。俺、豆腐モットすごい好きなんだよな。俺、豆腐モットがね、すごい好きで、豆腐モットをね、ずっとやりたかったんだけど、いや、まあ、やればよかったんだけど、なんとなくね、今までのモット構成的に、ちょっと雰囲気崩れるかなと思って入れてなかったんだけど、今回はね、普通にもう入れた。あんま崩れないかなと思って。そう、重火器系のね、ゲリラとかさ、ドルフロとか、あと TF とかさ、入れてると、入れづらくなっちゃうんだよね、なんか。豆腐が。なんとなくね。今回はね、そういう元をね、久しぶりに入れないでやってみようと思ってね、入れてないから。そう。今回は、豆腐をね、入れた。あとやる？そしたら、じゃあちょっとさっきのね、あれ、洞窟探検しようか。鉄が焼けるのを待つわ。さてさて、まあ、俺の大好きなモッドの一つの抜刀剣もね、他入れてるから。結構なんかこう見ると和風チックにしてると思いきや、ここ見ての通りエンダー IO が入ってる。エンダー IO とビルドクラフトが入ってる。さて、デブもね、いっぱいできたし。さあ、ということで、探検していくぞ。でも、こっちは若干地上と、ああ。こっち側はね、多分若干地上と繋がってるから、多分後でいいね。うん。地上から見た計画っぽい。だから、この下の方をね、探検していこう。まあ、とりあえずこっち行こうか。めんどくさくなった。ここで多分まだね、OK、これもね、ちょっと取っていこうか。なんだっけ？確かね、これ、新車でしょ、これね、ソームクラフトだった気がする。これもソームクラフト、あー、落ちちゃった。
まあいいや。じゃあ、下行こうかな、とりあえず行った。行きやすいし。なんかすごい下行ってんな。どんくらい今 ?27。あ、結構、あ、ここも下がったら、なんか、溶岩見えてるし。あ、何やってんの？結構あれじゃないこれ。ダイヤモンドが出てもおかしくない位置なのでは。多分。よいしょ。だいぶ。なんか複雑だな、この辺。ちょっとずつこれして、こっち行こうか、一旦。ちょっと、松明だけ置いていく感じで。あ、今度すごい急に上になったな。水源邪魔だから潰しとこう。これが俺の進行の邪魔だけしてる。登れない。金槌しか俺。ゴムゴムの実とか食ってるかも。左かな？こっちの方が浅そうなんで。浅かったね。お！ダイヤモンドじゃん。必要数ありそうだね、これ。最大数だ。8個。やったねー。まあ、パート1にしてはいいんじゃない？まあ、今回どこまでやるかあんま決めてないけど、無理でやっていこうか。影バグがすごいな。ストストーンは多分、工業とかに使うから。そう、工業も魔術も入ってるからね、これ。今更、そんな珍しい環境でもないけど、基本なんか、どっちかに尖らせたりするからね。あんまり、その、モッドのテーマみたいなのは、俺あんま気にしない方だから、カオスであればあるほどいいと思ってるからね。あ、すまない。あー、ちょっと待って。おー、いいね。石炭がめっちゃ大量。石炭、今んとこ溶岩がある明るい地帯しか、探索できてないから。こういうのね、燃やすのは、こういうのね、あ、なんで取らないのに燃やす、絶対取れないところにある鉱石取るのかって言われるとね、なんかあの、鉱石があるっていうね、あれがちょっと若干許せなくなるから、もう燃えてくれたら燃えてくれたら、それはそれでいいんだよね。じゃあ次上か。まあ、見逃したね、でも。あいつは命拾いしたと思ってくれていい。燃やされずに済んだ。特になんもないね、でも上は。おぉ。やっているよべー、さすがにね。さすがに弱いな。てか、また広いとこ出ちゃった。なかなかだね。あ、もう、ちょっとそろそろ。ま、あれだな、インベントリーがやっぱりし、帰ろうか、一旦。さてさて帰ってこれたんで、今回はこんな感じだね。まあまあ、いいんじゃない？そこそこ取れたんで。